今日は国立情報学研究所の土曜の本話会ということで、お招きをいただきまして、深く感謝申し上げます。このような軽井沢の素晴らしいですね、ロケーションの中でお話しする機会を与えていただきまして、本当に光栄に存じます。で私はちょうど20年ぐらい前から、音楽という、聴覚情報が、体の様々な健康を支えている脳神経系とか、あるいは免疫系とか、あるいは血液循環系だとか、そういうものにプラスの波及を持っているならば、これは日々の生活の中で、どなたでも簡単にそれを取り入れることができるということで、学生と一緒に研究をしてまいりました。その成果の一端を今日は、誰でもできる音楽療法と題しまして、1時間ほど時間をいただきまして、お話しさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、お話ししたいと思います。音楽というのはどなたでもご承知のようにですね、耳から入ってくる、そういったことで、脳神経系にダイレクトにぶつかっていきますけれども、それが今日の、交感神経優位という後でお話ししますが、自律神経のバランスが崩れている状況の中で、そこにブレーキをかける音の要素というものがあれば、これはもう誰でも簡単にできるのではないかということで、私は免疫学の、講義とか実習を担当しておりますけれども、そういった中で免疫系に関わる音の要素とか、そういうことを調べてまいりました。で、今の未病という言葉をお聞きになると思うんですけれども、未病というのは、昔は健康と病という二極の中で動いてましたけれども、今ほとんど日本の 80% 以上の方が、どこかに体に不定愁訴という体の不調、何かを訴えている、そういう状況がございます。で、この未病というのは病気になる一歩手前の段階でありまして、その段階でいかにその健康の方向に持っていったらいいのかな、そういうことが地未病ということになります。で、この地未病という概念は、もう2000年も前の中国の五漢時代にですね、伝統的な医学の古典であります、皇帝大慶という書物の中に、地未病のことがもう記されておりまして、未病を治すドクターが、トップの医者、つまり聖人であるということが記されていたんですね。ですから、この未病の状態をいかに早く察知して、これを放っておきますと、病気になって、その場合はもう発病しますので、治療医学で対応しなきゃいけない。しかし、この段階で早く気がついて、いかに健康に導いたらいいか、そういうことが非常に大事になってまいります。で、その誰でも生涯、健康でありたいと万人が願うわけでありますけれども、この健康である状態というのを私たちは一般的にはウェルネスという言葉を使います。で、辞書を引きますとね、幸福とか福利安寧とか幸運とか、こういう意味がウェルネスにありますけれども、こういった健康である状態を、いかに維持させるかということですが、今日の現代の社会の中では、例えば嫌だなと思う不快なストレスがたくさんございます。それから嫌だなという人間関係の職場とか学校であります。それから働きすぎとか睡眠不足。こういったものが日々蓄積していきますと、当然のことながら、この健康である状態が下がって低下してきますので、未病という状態が起こってきます。そこで私は、この心身医療プログラムというものを日々の生活に導入して、この中に鍼灸とか温熱療法とか方向療法、あるいは音楽療法、気候、ヨガ、ボイストレーニング、食事療法、漢方療法などありますけれども、日々の生活の中で簡単に取り入れることができる。しかもお金がかからない方法。それはですね、音楽というものを活用することと、日々の生活の食生活で改善していくということが一番手っ取り早いですよね。そういうことでこういうものを導入すれば、このウェルネスの回復とか維持ができるのではないか。そういう観点で20年ぐらい前から研究を始めてまいりました。それでどなたでも例えば嫌だなと思う不快なストレスがございますと、そのストレスは、例えば昨日まで元気だった人が不快感、イライラ感を募らしていく。そうするとそれをほっときますと、ある日突然昨日笑顔があったのに、今日は暗い表情だな、沈んだ表情だなということになります。これをほっときますと、うつとか心身症という病気が待っているんですね。それからストレスをためていますと、自律神経のバランスが崩れてきますので、不眠症になってきます。当然、これにホルモンのバランスを崩して、寝不足とか
いろんな症状が体に起こってまいります。それからストレスをためますと消化不良とか便秘症ので代償されるような消化系でいろんな異常が起こってきます。食欲不振あるいは消化不良、その結果栄養のアンバランスをきたしまして、ここにありますように人間は体表面でのいろいろなその吹き出物も含めてですね、表面でいろんな不調なことが出てくる。そして免疫学的にはその自律神経のバランスを崩すということで、嫌なストレスがありますと昼間働く交感神経がとても優位になるんですね。でその結果リンパ球に依存しております免疫力が低下しますので、当然今の日本の社会がウイルス感染の方が多いとか発がんの方が多い、今日の日本では3人に1人ががんで命を落とすのではないかと言われているほど、そのリンパ球に依存する免疫力が低下しているという状況がございます。で、私はその低下を無視していますと当然未病の状態になりますので、体のだるさとか倦怠感、あるいは手足のしびれ、めまい、イライラ感、肩こり、肌荒れなどのいわゆるそのなんとなく体調が優れない状態ということがどなたでもこれ感じる。しかしこのままでいてもですね、仕事は続行できますので放っておくんですね。そうするといつかブレイクダウンして発病あるいは病気になる。ですから簡単な方法でそれを治したいという願いがありまして、音楽という聴覚情報に着目したわけでございます。で、私はその20年ほど前に音楽という、耳から入ってくる聴覚のインフォメーションというのは本当に科学的にこの先ほどの健康な状態ウェルネスの維持に役立つのかな、そういう仮説を立てまして、今日のさまざまな現代病、免疫疾患であります、何でもない病原体で感染を起こすような日和見感染症、それからがんという、それから花粉症で代表されるようなアレルギーの、それから膠原病とか慢性関節リウマチとかで代表されるような自己免疫症ですね。こういった現代の免疫疾患がございます。それから一方で、本当にライフスタイルに依存して、高血圧とか肥満だとか、高脂血症だとか糖尿病がありますね。こういった生活習慣病が非常に増えているわけです。そこでその音楽に何かそういうものを改善する力、つまりそれがプラスに波及する効果がもしあれば、それを日々の生活に皆様方導入していただいて、この免疫疾患の予防改善治療に役立てたい、それから生活習慣病の予防と改善あるいは治療に役立てたい、結果的には生涯健康寿命というところにつながっていくわけでございます。でそれを、エビデンスとして実証しようということで研究を始めました。でその音楽療法を医療に活用するという場面がございまして、音楽療法というのは病む部位を見るのではなくて病む人全体を見るということで、東洋医学的な考え方をいたします。そして今日知られている分類でございますけれども、音楽を、意味のある音楽を聴覚情報としてただ耳を傾けるということだけであります。そうすると音楽を僕らが聴くという場合は生演奏、今日素晴らしい演奏が後ほどあると思いますけれども、生演奏、それからスピーカーを介して聴く、それは聴覚ということと、つまり空気の振動で私たちの体に浴びせられる音というものが全身の細胞にやってきます。ところがヘッドホンとかイヤホンを使いますと、これは体の方には来ませんので聴覚だけを刺激しているということになりますね。で結論から申し上げますと、この生演奏というのは素晴らしい効果がございます。それから一方でクライエントのあるいは患者さんに歌を歌っていただいたり楽器を演奏していただくというような能動的なパターンがありますが、この場合は聴覚だけではございません。歌を歌うと当然口腔機能が高まります。それから肺の呼吸機能が高まりますね。それから楽器を演奏するということになりますと筋肉活動、エクササイズというのが入ってきますから、この受動的なパターンと能動的なパターンというのは全然質を異にしているわけであります。で五感レベルで申し上げますと、人間には聴覚、嗅覚、視覚、味覚、触覚という5つの本能的な、感覚がありますけれども、自動的なパターンというのはもし目を閉じていればこれマイナス、目を開けていればプラスの情報が入りますが、これ全部もし閉じていなければ
耳の情報だけが耳に入っていて、聴覚だけが活用するということになります。ですからこれは音楽にただただ聞き入るだけでございます。ところが能動的なパターンは目を開けていますし、楽器に触れたりクライアント同士が手をつないだりというようなことで触覚のレベルが入ってきますから、人間の脳の中では3つのインフォメーションが入ってきますので、よっぽどその例えば聴覚がいいものを聞いている、しかし目の前で起こっているものが殺伐していたり嫌なものを触れているということになりますと、脳ではトータルで、積分された形でいい悪いということを判断しますので、能動的なパターンを患者さんに提供する場合は非常に神経を使うことになります。で、私はその自律神経のバランスというものを音楽のある意味のある音楽によってそれをバランスを整えたいということで自律神経との関わりを調べ始めたんですね。で、ご承知のように昼間働く交感神経というのは12対あります胸椎と5つある腰椎、ここからさまざまな内臓に分布していて、おい働いてくれよというようなことをシグナルとしてアドレナリンを介してやっているわけですね。一方交感神経というのは人間の安らぎモードを導くような神経でございまして、神経の末端からアセチルコリンという分泌物質が出まして、それがこの交感神経とちょうどシーソーの関係にありまして、こちらが働きすぎると交感神経がブレーキをかけるというようなことをやっています。で、中脳から目に行っています。延髄、皆様方の首の上にあります延髄から顔面神経、舌咽神経、迷走神経というものが分布しております。腺髄、腰椎の下にあります腺髄から出てますが、これは大腸に分布しておりますけれども、まあ、今日のそのストレス社会というのは本当にその交感神経が優位で働きすぎている。で、人間はそのストレスがなくてもですね、自律神経のバランスというのは大体男性ですと35歳、女性ですと38歳くらいからもう個体発生の中ではもう交感神経がだんだん優位に働いている。ところがその職場とかあるいはいろいろな場所でストレスがありますと、これが優位に働きすぎますから交感神経の出番がない。ですから交感神経優位で引き起こされるさまざまな生活習慣病が多発しているということになります。例えば一例といたしまして、交感神経が優位に働きますとアドレナリンによって血管が収縮しますので血圧が上がってきます。それから心拍がドキドキしてきます。ところが交感神経が働きすぎますと、消化管レベルでは胃の働きが悪くなるわ、消化管のレベルが抑制されるわ、消化液が出にくくなるわということで便秘症になっていきます。ところがこれにブレーキをかけると交感神経でありますので、交感神経を刺激するある音楽を見つけてやれば血圧がストンと下がるわけであります。それから消化液も便秘の方がある交感神経を刺激する音楽を聴いてもらうだけで便秘症が治ってくるということがあります。ですからそういう音楽を見つけたいということで仕事をしてまいりました。で、結論、先ほど申し上げましたけれども、交感神経の末端からアドレナリンというものが分泌過剰になっていきますと、2つの大きく分けて不都合なことが起こります。免疫学的に見ますと皆様方の白血球の約 55% を占めてます好中球と言われている下流球、これがこのアドレナリンにこうして増えてきます。で、この白血球というのは体に入ってきます、特にバクテリアとカビですが、それをまあパクパク食べて殺菌して分解するということをやってるんですね。で、その時に殺菌する時に活性酸素というものを使ってます。したがいまして、この活性酸素がアドレナリンがたくさん出てきますと下流球が増え、活性酸素も増えますから、活性酸素の毒によって簡単に言えば体が錆びてくるんですね。で、その結果がこれが死ぬ場所というのはどこで死ぬかと言いますと、血管の壁と消化管の壁で命を落とすんです。だいたい誕生してから 2.5 日から3日という短い命を持ってますけれども、で、死ぬ時にこの活性酸素を放出しますので胃潰瘍とか十二指腸潰瘍、それから動脈硬化、これから遺伝子に傷がつくと発がんということが起きる、痛風口内炎、糖尿病など、こういったことも活性酸素の悪さによって引き起こされるということが言われているんですね。から一つ
もう一つの悪さというのは、アドレナリンがたくさんありますと血管というものが収縮してきますから血管障害が起こります。温かい血が末端までいかない。人間の体温というのは肝臓とですね、脳でほとんど体温が生まれてますけれども、その温かい 37.2 度という深部の体温が末端までいきませんから、握手すると冷たいということになってきます。でこの心筋梗塞、脳梗塞、冷え症、高血圧、アトピックスキン、から動悸とかですね、こういったものはこの血行障害で起こるという。ですからここになんとかブレーキをかけたいと、要するに改善するために交感神経を刺激したい。それで私いろいろ当時ですね、その人間の本能的な五感を活用する方法を考えました。でその一つが音楽療法だったんですね。で聴覚を応用した音楽療法ということで、まあ、当時モーツァルトがケッペルナンバー626までございますけれども、まあ、その音楽を、まあ、欧米では使っていたという時代がありまして、それは一体どういうことなのかなと私なりに、まあ、自問自答して、で名義学的になんとか、モーツァルトの音楽を活用できればありがたいと、まあ、いうようなことで研究を進めて、まあ、結論から申し上げますと、これをモデルシステムとして研究を始めた。からアレルギーのようなものは体質改善食材ということで、まあ、レンコンの中に含まれているフラボノイドという物質がアレルギー抗体 IgE という抗体を抑制するということを見つけまして、まあ、こういったことを発表してまいりました。でその自律神経と免疫系には接点があるということでございます。で先ほど申し上げましたように、アドレナリンというものが末端から出ますと、この免疫細胞であります顆粒球、それからマクロファージという、つまり体に入ってきてむさぼり食べる細胞でありますけれども、この細胞がこういった細胞ですが増えている。一方の副交感神経の末端からアセチルコリンというものが出てきますと、その受容体リセプターを持っているリンパ球というものが増えています。つまりあなたは交感神経優位の生活だったらこの細胞が多いよ、あなたは副交感神経が優位であればリンパ球がいっぱい出てくるよということであります。簡単に言えばそういうことでありますが、まあ、今日の現代社会というのはこの交感神経が非常に優位ですから、この細胞が普通 55% から 58% くらいですけれども、これが増えてきますと6割を超えてきますので、その結果活性酸素の毒で私たちは簡単には錆びてくる、皮膚がもうカサ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 してくる、そういう状況であります。で私はその、これ2005年に東京文化会館でモーツァルトのテラピーコンサートというものを、まあ、日本で初めて、まあ、世界で初めてここでやらせていただきました。でそれ以来ですね、まあ、長野県でもあちこちでさせていただいておりますけれども、ここに立っているのが私でありまして、ドボルダムシンフォニーオーケストラというのはチェコフィルのメンバーがほとんどなんですけれども、ここにおいでいただいて、生の演奏をこのフロアの約2000人の方に聴いていただいて、で私はこの時にどれだけのお客様がおいでになるのかなってものすごく不安だったんですが、ここ満員御礼でございまして、そしてもう私はまあここステージに上がりました。本当に心は上がらなかったんですけどね、バカなこと言ってますが、まあ、いずれにしてもですね、この生の映像というものがどれだけ人のその生体機能に影響するかということを目の当たりにしたの。その後あちこちで呼ばれまして、あの生の演奏をここではですからセラピーとして目打ってやってますので、患者さんがおいでいただいても結構、赤ちゃんがおいでいただいても結構、泣き声が聞こえても結構です。こんなかしこまったそのクラシックコンサートをやってるわけではないわけであります。でこういうものを私は来年からも続けていこうということで、今あのお手元に案内を差し上げていると思いますけれども、来年からまたやろうかなと思っております。で実はその私の大学でもあの音楽療法士、ミュージックセラピストの方3人、正規の職員として、採用しておりまして、まあ、高齢者のための音楽療法ということで、あの高齢者の認知症を改善するとか、高齢者の免疫力をいかに高めたらいいかとか、まあ、そういう観点でですね、あの音楽療法を提供しておりまして、まあ、ところどころに看護師さんがおいででして、あのそれぞれのお部屋から、まあ、週に2回くらい、ワンセッション60分くらいの時間でございますけれども、そこであのあの音楽療法を提供していまして、それがとても意味があるんですね。これはとても意味があるんです。だから私自身はあの先ほど申し上げました、ただ聞くだけでありますから、
しかし人間というのは食生活も普通の日常の生活もライフスタイルがそれぞれ違いますので、モルモットのようなわけにはいかない。だから個人差がデータとしてあるんですね。しかし、まあ、できるだけ均一の23度から24度ぐらいの室温で、目からの情報はシャットアウトして、私が分析した音楽を一人一人の学生にヘッドホンで、目を閉じてますか、聴覚だけを、まあ、とにかく活用して、音を聞かせた時にどういう直接的な生理的反応がこの学生さんの体の中で起こるのかということについて研究を始めました。実はその音楽療法って世界は紐解いてみますと、もう1950年に北米のアメリカ音楽療法協会というのが立ち上がっておりまして、そこではお一人お一人の患者さんに対して、まあ、音楽を提供していた。で、日本は非常に遅かったんですが、2001年にその学会が立ち上がりまして、音楽が持っている生理的な働き、心理的な働き、社会的な働き、こういうものをうまく用いますと心身の障害の回復が図れる、あるいは機能の維持改善にそれが使われる、それから生活の質を向上させることができる、それからさまざまなクライアントの行動の変容を起こさせることができる、まあ、そういった目的を持って音楽を意図的計画的に使う、つまり寝転がってですね音楽を聴いているというわけではないんです。音楽鑑賞をやってるわけじゃないんですね。患者さんがこういう疾病こういう病気だったら、どういう音楽をどういう形で提供したら1ヶ月後にその病気は何もやらない人よりもより安全な形でよりうまく改善していくと、まあ、そういう目的を持って提供するものが音楽療法なんですね。ですから娯楽の要素とはまるで違うということでございます。だから皆様方も寝転がって気持ちいいな、ジャズ聴いて気持ちいいなと言ったとしても病気になる人はなってしまうんですけれども、それでその病気が改善するというわけではない。気持ちいいということと生理的な反応は全く違うということ、そこがすごく大事なことであります。で、その例えばですね、発音が困難であっても交流しやすいということがありますね、音楽を入れますと。そうするとこれは音楽の社会的な働きをうまく使っている。クライアントの方は音楽を提供いたしますととても満足しやすい、つまり音楽の心理的な働き、それから楽器を使ってまあもらう、発声をしてもらうということで気持ちを発散しやすい、音楽の心理的な働き。リハビリテーション医学では音楽をリズムとメロディーに乗せて運動機能を高めるということがございますが、体を円滑に動かしやすいですね。ですからリハビリテーション医学では音楽を提供するわけであります。これは生理的な働きです。それから集団でですね、グループでセッションで音楽を提供しますと、もう今日初めてお行き合いした同士でもすぐ仲良くなるんですね。すぐ会話が始まります。つまり社会的な働きを持っているわけですので、こういった音楽の社会的、心理的、あるいは生理的な働きをうまく活用すれば、先ほどの定義にございましたように、こういった心身の障害の回復とか機能の維持改善だとか生活の質の向上、行動の変容などが、まあ、導かれるということであります。まあ、そこで今ミュージックセラピストという、これは学会認定でございますけれども、そういった認定の資格がございまして、医療の現場で活躍しているという状況がございます。音楽療法が医学的にどういうところで活用されているのかな、これは例えば皆様方が普通のヤフーで、音楽療法、あるいはキーワードをですね、入れてみる。モーツァルトなんか入れてみますと、わーってもうバイトがいとまないほど山ほど出てきます。でその中で私なりにどういうところで使われているのかなという、まあ、分類をいたしますと、一つは心身医療への応用でございますと、胃潰瘍、高血圧、気管支喘息、円形脱毛症、神経脊髄炎などの改善に諸外国では使われています。その他オーティズムと言われている自閉症の改善にも使われています。それからペインクリニックで代表されるような今痛みとの戦いということがありますけれども、緩和医療あるいは精神的な癒しの部分で音楽が使われる、まあ、がん患者さんが特にそうでありますけれども、患者さんの痛みの緩和を音楽によって図りたい、不安とか死への恐怖への緩和を図りたい、
からご家族の間のコミュニケーションを促して、それから生きる希望を提供して、精神的な安定あるいは化学療法の不安を解消したりなどなどでございますが、こういった分野で使われる。それからホルモン系とか生理機能、つまりダイレクトに意味のあるものを聞いたときにストンと心拍が安定したり、脈拍が安定する、血圧もすぐ安定し、脳波リズムがアルファ、ベータ波からすぐアルファ波になる、などなどでありますが、生理的な生理機能の正常、それから超高齢化社会の中では認知症の方が大勢いらっしゃいますけれども、脳神経系障害の克服にある意味のある音楽を使っているということがございます。認知症の改善、パーキンソン等の歩行障害、感情表現の改善、アルツハイマー型の認知症の病態改善、耳鳴り難聴等の改善ということでありますが、非常にですね、私は面白いという、面白いというのは本当に興味深いということなんですけれども、もうさまざまな部門で音楽というものは使うことが可能だということであります。しかも感動力を持ってますから、しかも簡単に、これから、まあ、在宅医療というのが増えてくると思うんですけれども、意味のある音楽をこうしてやって使ってくださいよということを提供するだけで、ずいぶんその健康寿命というものが測れるのではないかと考えております。で、私はですね、この聴覚療法、聴覚療法としての持ったことでありますが、聴覚を鍛えて病気を治したいと、先ほど申し上げましたように、五感を活用した医療の開発をぜひ20年前からしたいなと思ってまして、一つのモデルシステムとして、モーツァルトが作曲した音楽が諸外国で使われていた。で、その時にですね、論文をいろいろ見ますと、想像力、創造性を向上したり、心拍がよく安定したり、難聴改善とか耳鳴りが改善する。あるいは認知症の改善、これはアルツハイマー型の認知症の改善に、あるモーツァルトの音楽が使われている。それから非常に高周波が多いということ、高い音が多いということで、胎教に使われたり、自閉症の改善に使われたりということで、私は免疫学の分野をモーツァルトの音楽でなんとか臨床病の機能を高めたいということで研究しておりますけれども、こういったことがもし測れるのであれば、それはきっと免疫系にも作用するだろうと予測いたしまして研究しております。で、その理由わけはですね、非常に高い 3500Hz 以上の非常に高いピッチですね、周波数の高い音が、それから川のせせらぎとか風のそよぎ音とか揺らぎというものがある。皆様方の体の中には揺らぎとして心拍があります。心臓の鼓動っていうのはいつも一定ではありません。ドキドキしたり優しくなったりしますが、あれが揺らぎ音になります。それからドミソファラドソシレという同時に複数の音が奏でられたときに心地よく聞こえるという和音がございますが、音と音が同時に発すると音と音の周波数が、つまり空気中でぶつかり合いますから、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍というように2の N 乗で倍倍倍倍というふうに周波数が高くなっているわけですね。これを倍音と言ってますが、そういうものがモーツァルトはもうナンバーワンなんですね。それを、まあ、自律神経の、バランスを整えるところにうまく使ったらどうかなと考えました。で、その音というのは皆様方のこの耳にキャッチされるわけでありますけれども、形は全世界の人々みんな違うわけであります。ご家族は違いますが、しかしこのデコボコしたこの構造ですね、この凹凸構造というのは人類みんな一緒なんですね。それがだいたい 4000Hz という非常に高い音に最も敏感に感じ取れる構造をしています。これは私は人類500万年の歴史の中でどういう意味があったのかどうか私は分かりませんけれども、例えば山手線でですね、赤ちゃんが泣き声を泣くとみんなそっちどうしたのかなって耳るわけですね。赤ちゃんの泣き声が 4000Hz なんです。それから女性の悲鳴が 4000Hz だから、おそらく人類はそういう弱者を救わなきゃいけないということがあったと思うんですが、だからそういうところでこの耳の構造はおそらく活用されてたと私は思うんですけれども、まあ、いずれにしてもそういう特徴を持っています。空気の振動はこの鼓膜にぶつかりますと、空気の振動は膜の振動になりますね。その後ろに中耳として土、絹とアブミ、その3つの耳小骨、骨があります。で、その向こうにカタツムリの格好をした蝸牛という部分がありまして、この中はリンパ液、つまり液体がこの中に浸っているわけです。空気の振動は膜の振動、膜の振動は骨の振動、
これで骨の振動は大体アンプの役割を果たしてまして、膜の振動から大体30倍アンプリケーション、つまり増幅しているわけであります。そして骨の振動は今度リンパ液の振動になる。でそれをここにセンサーがありまして、それを脳に送っているということになります。ですからこちらの方がもし何か障害を受けたとしても、例えばここに何かやったときに、この骨道に波動されれば、みんな聞こえることができるわけですね。だから大事がダメになって、鼓膜がダメになっても人間は聞き取ることができます。私は今こうやって喋ってる音というのは、空気、ここから反射してくる音も聞いてますし、骨道も聞いてます。で骨道だけ聞きたかったら、私は今ここを空気の音を遮断すればいい。これで今喋っていても私は聞くことができます。つまりここの声帯からダイレクトにこの骨道に行ってるわけで、そういうことで、でその環境の中っていうのはリンパ液が浸ってまして、手前で2万ヘルス、てっぺんの方で20ヘルスという低音を聞いているわけであります。でこの中に液体が浸っている。音はここから入っていて、ここのグルワにですね、基底膜という膜がありまして、そこに有毛細胞というセンサーがびっしり入っています。でこのセンサーの数という、この有毛細胞はこの高音部の方がこの辺のてっぺんよりも200倍も多く存在する。で私はこの構造そのものが人類の周波数分析器になっている。だからここのセンサーというものはオルガンとかピアノのちょうど鍵盤みたいなものであります。ある鍵盤をプッシュすればその音が奏でられると同じように、ある音が入ってくるとそのセンサーがきちっとプッシュされるような形になっているんですね。それを電子顕微鏡で観察をいたしますと、その有毛細胞というのはこのような鍵盤のようにいっぱい並んでいる。ある周波数が来るとそこに反応する、自動的に反応するということが、そういう仕組みになっているんです。でその私が一番注目したのは、その1957年にフランスの耳鼻咽喉科医でアルフレッド・トマティスという方がいらっしゃいまして、その方が、ドクターでありまして、患者さんにモーツァルトを提供していたんですね。で論文ではなくて書物でいろいろな現象を発表していたんですけれども、その中に トマティスセオリーという、理論を発表していた。でそれはどういうことかと言いますと、頭のてっぺんからその鼻椎に至るまでこの脊椎がこう並んでいますが、それが鍵盤のように並んでいて、上に行くほど高周波、下に行くほど低周波、低い音を感じ取ると。これはセオリーだった。でもしこれが本当だったら私はこれいけると。もうすぐ直感しましたね。なぜならば、副交感神経にスイッチを入れる部位というのは明らかだからです。つまり、だいたい3500から4000、あれで5000くらいのこの辺の頸椎から上にある延髄でありますが、ここに副交感神経の出口がある。それから皆様方の両耳を結んだちょうど真ん中に、その入り口となる観音というのがありまして、そこが自律神経の中枢じゃない。そうすると、そこに波及するようなものを僕が研究して選んで、それを皆さんに聞いてもらったら、副交感神経がなせる技、それが実感できればそれで結構だということで研究を進めました。ベリーシンプルなお話でございます。それで当時そのモーツァルトに関係する医学的な研究論文というのがたくさんございまして、1995年、私も1991年から研究を始めたんですが、もうこのように例えばリズニングズモーツァルトエンハンセスペシャルテンポラルリズニングトゥワーダニューロフィジオロジカルベーシスという、これはニューサイアンスレターという国際雑誌にこのカリフォルニア大学のラウシャ先生が発表されていて、こういうモーツァルトに 100% これリズムで聞き入ることというのは、時間的あるいは空間的なその理由付けの能力をエンハンス促進するということなんですね。で、明経というのは脳神経系とダイレクトに直結してますから、これはもしかしたらいいよと思いました。でその後いろんな論文が出て、私もこう発表するよりわがわが持ってありますけれども、モーツァルトの論文を書くようになりました。でその現代の免疫学的な問題というのは、本当に何でもない病原体で感染症を起こすというようなことですね。それから発がんということであります。それから免疫不全ということがあります。免疫のうまく働かない。それから花粉症で代表されるようなアレルギーの患者さんが急増して、予備軍も入れたら日本に3500万人もいると言われています。4人に1人が
花粉症、こんな時代になってきたら困るわけであります。そして膠原病、あるいは全身性リンパ透析と言われているような自己免疫疾患が非常に多いんです。非常に関節リウマチの方がもう40代で非常に急増しております。それからもう一つは臓器移植の問題があります。まあ、iPS 細胞のことで去年山中先生がノーベル賞をゲットされておりますけれども、なかなかその自分の臓器を試験管内で作るというのはまだまだ遠い話でありまして、臓器移植というのは他人の臓器が私の体に入ってくる、そして私はそれを 100% 遺伝子的には同じでありませんので、それはいらないよと言って僕の免疫が拒絶いたします。だからそんなことやってたら臓器移植はいつも失敗してしまいますので、私の免疫力をある免疫抑制剤を注射してある程度抑えて、そして拒絶反応を起こさないようにしてるわけです。そうすると僕がもし免疫抑制がいっぱい強く起こりますとここに行ってしまいますから、私は臓器移植は成功したけれど日和見感染症で命を落とすとかがんが発生するという不都合なことが起こる。だからそのバランス、それを免疫モニタリングと呼んでるんですけれども、まあ、そういうことをきちっとやっていかないとうまくいかない。だけど近い将来、その皮膚とか、あるいはこういう角膜とかですね、つまりシャーレの下でうまく iPS 細胞が自分の細胞からできれば、それは二次元、ほとんど二次元ですから、それはうまくいくと思いますが、私の肝臓を作るとか私の腎臓を作るという立体的な三次元構造を試験管内で作るということは、まあ容易ではないと思いますが、どうなるかわかりません。で、先ほどそのストレスとか働きすぎとか睡眠不足というものが自律神経に非常に悪影響すると、結論から申し上げますと、こういう状態が続きますと不等号で書きますと交感神経が優位になる。免疫学的に言いますと、ウイルスに感染した細胞とか、がん細胞を攻撃する、そのシステムを細胞性免疫と呼んでますが、これが低下してくる。一方の抗体 IgE というアレルギー抗体が非常に増えてくるということで、花粉症のような方が増えてくるということがございます。そして、一般論で言いますと、リンパ球機能低下による免疫力が低下してくる。ですから、高齢者になりますとね、誠に申し訳ないんですが、これは生まれてから死ぬまでの個体発生の中でリンパ球というものが60歳を超えてくるとだん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 低下してきます。だから発がんということがとても増えてきて、それから何でもないウイルスの感染症を受けやすいとかなりますから、そこを何とかしたいということがございます。で、私はその免疫細胞への影響ということで、音楽を聴く前と聞いた後で免疫細胞にどういう影響を与えるかということを研究を始めました。最初左手からだいたい 5cc くらい、聞いて後からまた聞いた後ですね、5cc くらい。で、ここに比重 1.114 という、まあ座布団みたいなその比重を持ったところに 血液を乗せてやります。で、ここでもって1400回転、20分くらい遠心筋ぐる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 かけますと、血小板と赤血球は下に沈んでしまうんですね。ところがここに白いバンドがございます。細い方の矢印がリンパ球、ここに含まれていたリンパ球であります。この下に太い矢印の方は先ほどの白血球の好中球という白血球である。それを別々の試験管に取り出してたった30分くらいの影響ですけれども、その機能を徹底的に比較するわけでございます。この白血球というのは特にバクテリアとカビに対して抵抗してこの活性酸素というものを作り出して殺菌力がナンバーワン、つまり市販されているカビキラーですね、カビキラーを彼らは持っているということであります。それからそれぞれの特に肝臓とか肺でありますけれども、マクロファージと言われているアメーバ状の鈍色細胞が存在いたします。これは姿形を自由自在に変えてあっちこっち動き回る力を持っている細胞でありまして、これは定着型鈍色細胞と僕は呼んでいるんですけれども、入ってきた、そして血液に流れてきたものを待ち構えていて、それを食べて、それを処理する。そして、異物の情報、病原体の情報を、おい、リンパ球これを覚えてくれよというようなことをやって、そして抗体というものを作り始めます。やがて作るようになります。それから、皆様方の白血球の中で大体 8% から 11%、これは年齢にもよりますけれども、
NK 細胞という細胞がございまして、これはナチュラルキラー細胞と呼んでますが、もうその自然殺細胞と直訳しても致し方ありませんので、 NK 細胞と呼んでます。これはあの特異性はありませんけれども、ウイルスに感染した細胞とかがん細胞を攻撃するということで、ある音楽によってがん患者さんの NK 細胞を元気づけるということをやります。それから末梢血のリンパ球でありますが、リンパ球全体を100といたしますと、だいたい 75% 前後が、この T というのは皆様方のこの胸の胸骨、この裏真後ろに存在する胸腺というところで生まれ育つリンパ球がございます。これは今度は特異的にウイルスに感染した細胞とか、がん細胞を撃退する。ですから、今あちこちのクリニックも含めてですね、がん免疫療法というものがいろいろ行われるようになってきましたけれども、この T リンパ球に自分のがんのがん抗原を記憶させておけば、再発が防止されるとか、あるいは見逃してしまった小さいがん細胞を攻撃してくれるか、そういうことで、非常にこの注目されている細胞であります。それから抗原抗体反応を起こすという抗体というタンパク質がございますけれども、それは先ほどと全然違いまして、このように細胞質にある、こういう縞状の小胞体という、こういう構造がございます。これをズームアップいたしますと、だるま状のリボゾームという、そういう構造がありますけれども、そこでこの抗体という物質を我々の血清中に分泌していきます。つまりワクチンを皆様が打って、そしてワクチンに対する特異抗体が生まれれば、あ、これはワクチン接種が成功したということになります。で、私はそのモーツァルトの音楽というものの研究プロセスはベリーシンプル、もう非常に単純である。たった私が分析した音楽を30本聴いてもらって、例えば唾液の分泌量はどうなのか、その中に抗体であります IgA という物質がございますが、それにはどうなのか、それからストレスがいっぱいありますと、コルチゾールというストレスホルモンがいっぱい溜まってきます。それの影響はどうなのか。唾液にはご承知のように、ご飯炭水化物を麦芽糖に変えるアミラーゼという消化酵素が存在いたしますが、それには一体どうなのか。末梢血のこういった免疫細胞とか、それから生活習慣病では血圧とかインシュリンへの影響、それから自律神経のバランスではクロモグラニン A という物質が存在いたしまして、唾液に出てきます。それへの影響はどうなのか。体温はどうなのか。非常に簡単な方法で、どなたでも本当にそうだなという、そういうことを実感してもらわないと、これは意味がないというふうに考えてやってまいりました。モーツァルトの楽曲たくさんありますけど、こういった周波数分析器にかけます。大体数分の音楽が多いんですけれども、私が一番着目したそのところっていうのは、この矢印の 4000Hz 前後の、ここにピークを持ったものであります。そして下がって、あと倍音でわーっと2万ヘルツくらいまで行くんですけれども、音楽の楽曲の種類が違っていても、その7分くらいでどのくらいの周波数がどのくらい出てるのかな、そういうことを調べると、同じようなパターンを持ったものが結構あるんですね。それを私は着目して、先ほどの副交感神経に刺激を与える、スイッチを入れるパターンというものを解析。それからもう一つは揺らぎ構造でございまして、これは高周波、中周波、低周波をとっておりますが、これはホルン五重奏曲の代表的な変更調調でありますが、このように非常にシンプルなサイクリックに、リズム感にこうきますが、時々乱れて、また次にこう同じようなパターンがやってきます。つまり、規則的なパターンと不規則なパターンが規則的にやってくるというものが、F 分の1揺らぎと私は呼んでますけれども、物理学的にもそうですが、まあ、そういうものに着目して、体の中で何が起こるのかなと聞いたときにですね、そういうことを研究始めました。で、例えば血圧への影響でありますが、自転車号にエルゴメーターという自転車号にあります、ある重りをつけます。そして、はぁはぁはぁ入ってきますが、で、一定の時間、血圧を上げていきます。そして音楽を聴かない場合、何分かかって元の状態に戻るのかな。もう一回自転車号をやってもらって、今度は僕が狙った音楽を聴いていながら何分で安定すると。ベースシンプルでありますが、そうするとこれ4人の被験者でありますけれども、最高血圧、最低血圧ともにですね、
こちらの下の方が音楽を聴いた方であります。もちろん個人差はありますけれども、みんな音楽、そういう音楽を聴くと血圧がすぐ安定するということであります。で、こういう楽曲を CD に入れまして、高血圧の方に、これ今まで高圧剤飲んでた方でもそうですが、1週間ちょっと朝昼間聴いてください。そうすると、高圧剤で終わらなくてもですね、安定してくるんです。面白いです。それから血流がとても良くなります。これは私の当時の学生でありますが、被験者と測定者、手首のところの血流を測ってますけど、超音波血流計でやりますと、血行がとても、これ4人のあれですけれども、血行がとても良くなってきます。体温、私は左の心臓側の手の甲、これを大体30センチくらい離れて瞬時に測れる、ここの体温を体表面ですけれども、音楽療法前後に測定するということをやっております。そうしますとね、この例えば ABCDE の5人の学生さん、これは1回目、2回目、もちろん体温って日々変動するわけでありますが、30分聞くだけで、この5人ともストンストンストンとこの体温が上がっていくんです。2回目の人は、この E の学生さんは、手の甲の温度29でちょっとしかなかったんですが、音楽を聞くと34でいくつになります。つまり体がね、ポカ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 してる。私それびっくりしました。こんな音楽で体温上がってくるんだと。つまり血流が多くなるということですから、副交感神経にスイッチ入っている証拠なんですね。で、私その2011年のフジテレビに出たことあるんですが、これはお台場で100人 の方に集まっていただきまして、これで、ね。それでこの時はアイネクライナハートムジーク、まあ非常にポピュラーなものでありますが、それを聞いてもらうと、みんなポカポカしてきます。で、この場合は、お一人お一人すぐ取るが、自分でもってですね、脇の下の体温を測っていただく。だからそんなに上がっていないですよ、極端には。心臓の近くですか。しかし、みんなこのポカ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 して、みんな寝ちゃうんですね。みんな寝てしまいます。睡眠というか、睡眠が次、快眠がいられる。それから唾液がこのようにみんなよく出てきます。唾液がすぐ、副交感神経が刺激されている。この学生さんもいつもやるとたくさん出た学生さんでありまして、聞く前にこのくらい、聞いた後だいたい 2.1 倍くらい出ます。いつもですね。自然に流出する唾液である。で、その中にいろんな物質が存在するんですが、その IgA という、つまり口に飛び込んできた病原体等を抗原抗体反応ですぐ撃退する物質であります。もうですね、10分聞くだけでこのように出てきます。これ別の日にやった日、同じ被験者でありますが、出てくる。20分。その都度やっぱり生活パターンが違いますから、若干違うこともありますが、ほとんどの人が増えてきます。で、それを例えば40人の学生さんを整理整頓してみますと、101% 聞いた後ですね、101% 増えた、つまり2倍以上増えた人は大体もう 40% の人が増えているということで、で、私がこれを見つけたときにですね、これからカンボジア、インフルエンザの、風邪が流行るわけです。で、インフルエンザが口から飛び込んでくる。で、ワクチンを打っていて、その抗体、意味がある抗体というのは唾液に出てくるわけですね。わかりますね。だから、音楽療法でそれをやっといてもらえば、敵を撃退する、つまり口から飛び込んでくる病原体をすぐにここで、抗原抗体反応として撃退できる。だからそういうワクチンの影響とこういう音楽との活用というものが非常に重要だなというふうに思っています。それからコルチゾールそのものはこのように減ってきます。で、今日コルチゾールが非常に調べてみますと現代人の皆さんは非常に高いストレスホルモンと言われているわけですが、これが多いとリンパ球の機能を抑えるということがあります。それからもう一つは、これは脂肪細胞に脂肪を蓄積させる。もう一つは血糖値を上げるホルモンでもありますから、これを下げるということは糖尿病の予防にも使うことができるということでございます。で、実際に音楽を使って糖尿病の予防を図っているクリニックもあります。で、コレステロールの減少率を見ますと、これは大体 20% から 39% の方は効いた後ですね。下がったという、失礼しました。34% の方は聞いた後、その時は
下がったということであります。実際皆さんみんな下がっている。それからもう一つは血糖値を今度やはり下げるホルモン、膵臓の細胞から出ますけれどもインシュリンがこのように上がってきます。ですからコルチゾールを下げてインシュリンを上げる音っていうものがあるということであります。でそれを日々使ってもらえればありがたいというふうに考えております。それからリンパ球がですねこのように増えてくるんですね。増えてくるというのはすぐに 増殖分裂して増えるというわけではなくて、脾臓とかリンパ節にとどまっていたリンパ球が末梢血に動員されてくるということでございます。それから先ほどがん細胞を非特異的に攻撃する NK 細胞というのがありました。これはあの細胞の膜に CD16 とか CD56 と名付けられたある分子が存在いたしますが、それをある方法で分析しますと、効く前と効いた後調べますとこのように増えてきます。つまりやはり動員されてきてがん細胞を攻撃してくれるということであります。それからアドレナリンがこのように減ってきますので、交感神経はやはりブレーキがかかっているということがわかります。私はあの健常人とともに一緒に研究してきまして、何が分かったかと言いますと、 IgA というものが増えて局所の免疫が高まる。で IgA というのは唾液だけではありません。汗とか涙とか消化液にも存在しますから、そういうところでの免疫力が高まるということでございます。それからコルチゾールそのものが減少してくるということで、リンパ球に依存する免疫力が促される。唾液のアルファアミラーゼというものはあの食事の前に効いてもらいますと増えてきます。ですから消化管機能は非常に良くなります。それからリンパ球は動員されてくるということと、それからそれを培養しておきます。効く前のリンパ球と効いた後のリンパ球を培養して、先ほど申し上げましたインターフェロンガンマという細胞性免疫を高めるような物質ですね、それを調べてみますとそれが増えてくるということがございます。だからインシュリンが増えてくる、膵臓機能が高まる、から唾液がよく出てきますし、体温がポカポカしてきます、血圧心拍が安定します。だから音楽というのはこれすごいなということになります。最初こんなに僕は予想してなかったんですか。それでその当時ですね、2003年からあの健康雑誌爽快という月刊誌がありますけれども、そこであの CD をつけたものがありまして、それで読者からいろいろなお手紙をもらうようになって、こういうここで肩括弧1から7までですが、いろんな症状が改善されたというお手紙をいただくようになりました。それで私はがん患者さんを何とか救ってあげたいという気持ちが強くてですね、で、あの2006年なんですけども、ちょっと前になりますが、あのがん患者様の同意を得て42名の方に同じように音楽を提供させていただいて、健常人と違ってどういうことが起こるのかなということを、まあ、知りたいということでご協力をいただきまして、データを取ることができました。ところがちょっと違うことがありまして、IgA という唾液の免疫物質については 91% の方は確かに増えてくるけど、そうでない人もいる。コルチゾールというストレスホルモンは確かに多くの人はみんな減ってくるけど、そうでない人もいる。インシュリンについてはほとんどみんな増えてくるけど、そうでない人もいる。そうでない人が癌のその進行状況によってどの程度これはそういう影響が出たのかということについて、その後ですね継続的にやっておりますが、まだちょっとその進行状況とこういう現象とはちょっとまだ因果関係を明らかにしておりません。それからもう一つはがん患者さんはがんを攻撃するリンパ球がとても少ない。それでそれを音楽によって増やすことができればとてもありがたいという気持ちでですね、先ほどの白血球とリンパ球の比を取らせていただきました。そうすると一つの傾向でありますけれども、白血球、顆粒球という白血球は減少するけれどリンパ球は増加するという、そういう傾向を得ることができました。でこの増えたリンパ球の中でも免疫力を高めるヘルプしてくれるヘルパー T 細胞というのがありますが、それがやはり増えてくる傾向があった。これはあの大きな私にとっては意味がございました。で現代社会のですね自律神経の状況というのはこういう状況でありまして、免疫学的には交感神経優位である。で結論から申し上げますと、こういった交感神経スイッチを入れるような音というのはモーツァルトの以外にもあります。これはモデルシステムとして私は研究してきておりますが、同じような音響学的なパターンを持った音を聞けばやはり交感神経スイッチが入ります。でそういうものを聞くことによってこのバランスが整えられて
いわゆるその一貫攻撃力、あるいはウイルス感染防御ということが促進されるということでございます。で、その実感といたしましてはね、どなたでもこれから素晴らしい演奏が待っているわけでございますが、モーツァルトのピアノソナタ、とてもいいその副交感神経刺激音楽だと思いますが、唾液がよく出てきます。じわじわって、特にね、舌下腺から出てきます。それから太陽が、今日はここは暖かいからあれですけど、上がっていきます。だから心拍とか血圧もすぐ安定します。こういうことを自分で実感できれば、うん、私の副交感神経スイッチだったなということであります。で、免疫学的には、リンパ球に依存する免疫力は非常に向上しているということにつながってまいります。で、未病対策の一環としては、もう時間の都合であれですけれども、こういった症状、ここに書かれたこういった症状を持っている方というのは、もう自分は未病である。ほっとくといつか発病して大変なことになる。まあ、いうようなことでございますので、ぜひぜひ副交感神経を刺激する音のパターンというものを聞いていただきたいということでございます。で、私はその先ほど冒頭述べましたように、22年も前にその免疫音楽医療学というものが当時はない、今でもそんなあんまり言われませんがね、それが科学的に果たして成り立つかということでありますが、実際にそういうものを活用することで、先ほどの免疫疾患、そういうものの予防とか改善、そういうものに使えるということになりました。大変良かったと思います。それからもう一つですね、超高齢化社会を日本は迎えておりまして、これは国がもう医療保険制度が破綻してきます。ですから、なんとか健康寿命につなげたい、幸せな人生を送ってもらいたいということで、その高齢者施設で今度歌うという音楽療法、つまり能動的な音楽療法を提供したいということで動いております。口を動かして、今も私は動かしてますが、ものすごくその呼吸機能が高まりますよね。それから口腔機能、口のこの機能もよく高まります。それから誤嚥性の肺炎というものが防止される。それから内臓とか自律神経の活性化も起こります。それからよく歌うということは、先ほど社会的な役割があるということで、人間関係 の, そのコミュニケーションを促したり、引きこもりの予防、うつの予防、世代間の交流促進とか地域文化の創出とか、さまざまなところで意味があります。それから超高齢化の社会では認知理解の影響ということで、記憶力、回想力、覚醒力が増加していく。連想力とか発想力も向上する。それから癒しの面では感情や情緒の発散ができますね。安心感、充足感が得られますね。だから他者への共感力が向上しますね。などなどでありますけれども、特にこの両括弧1と両括弧3ということにおきましては、これは在宅医療でもとても大事だということを思います。で、その口腔ケアを向上させる音楽療法ということで、よく新聞等で報道されておりますけれども、要介護者の死因のナンバーワン、トップはですね、誤嚥性肺炎ということで、口腔内の何でもない病原体が食べ物と一緒に肺に入っちゃう。あるいは寝てる間に自然流出する唾液が寝てる間にもう汚っちゃって、翌朝起きたら発熱してる。それで肺炎になって2日3日に命を落とすということがありますね。だからそれをなんとか防止したいと一方であります。ですから音楽は発音発声、咀嚼、嚥下などの口腔機能を促進する。特に能動的音楽療法は意味があるという。それはどうしてかと言いますと、歌を歌うという行為は、舌とか頬とか喉とか顎とか頸部のこの筋肉ですね。で、この筋肉、ここの部分を舌根部と言ってます。舌は舌、根は根っこ。今僕が喋ってますと、ここを動かしてますね。ここに連動している筋肉が、この食道と気管の方を防ぐ咽頭蓋という蓋がございますけれども、それがここに直結してますから、その筋肉が鍛えられると、食べ物がストンとこっちに落ちるときには、肺の気道の方を塞ぐ。呼吸するときには、食道の方を塞ぐというように、歌うという、高齢者にとって大きな声で吐き上げて歌ってもらうということは、ものすごく大事ということでございます。それで歌うという行為は、今度は逆にですね、白血球の機能を高めます。これは私と学生さんをカラオケに行きまして、カラオケで自分の好きな
安室さんの曲とか、まあ、ここに書いてありますが、歌ってもらって、今度は先ほどの高中級の機能への影響を調べました。これはむさぼり食べる作用、鈍食作用が非常によく高まります。ですから産みやすいとか化膿しやすいとかですね、そういう方はよく歌っていただいて、この白血球の機能を高めてもらうということが可能でございます。したがって高齢者のもう終わりになりますけれども、音楽療法というものは認知症の改善とか誤嚥性肺炎、それからああいったモーツァルトの音楽を聴くことでリンパ球の機能を高めて、そういった、ウイルスに感染を予防するとか、まあ、そういうことでですね、大変意味がある。それから乾燥肌の方が高齢者の方が多いので、音楽療法を導入していただければ、症状の改善とか生活習慣病の改善だとか免疫力の向上になりますから、これイコール健康寿命に貢献するということで あります。ですから私は今ある社会 その法人とですね、一緒になって高齢者の施設に対してこういうことを指導したり助言したりしております。つまり健康寿命というものが万人が求めることでありまして、こういうもうお隣の韓国でも中国でも大変な時代を迎えているわけであります。ですから簡単にできる、しかも安価で、しかも感動力があって在宅医療でもできる方法は何なのかなということを、まあ、日頃考えているわけですが、まあ、その中で意味のある音楽が確かにあるということでありまして、それを音楽鑑賞ではなくてですね、使っていただければ私は大変幸せだなと思っております。で、私はこれからもこういったまあ、臨床音楽という言葉はまだあまりないんですけれども、まあ、クリニック、まあ病床に臨むことでありますが、こういった生の演奏をですね、これからも提供していきたいなと、施設でもですね、やっていきたいなと思っています。これは仙台の青年文化会館、ここに私座って解説しておりますが、ウィーンの有名なアルテスカルテットの方においでいただいて、やはりここは800人くらいの、まあ、ホールでしたけれども、いっぱいでございました。これは大阪の総合劇場に2007年でやったカルテットの方ですけれども、ここで主催者の方と一緒にちょっと解説しながらやりましたけれど、まあ、こういうことが非常に、まあ、簡単にできますので、しかも音楽というものが患者さんに喜びを提供するということの意味ではですね、そういう意味ではこれからもこういうことを続けていきたいというふうに考えております。ちょっと時間がオーバーいたしましたけれども、以上で私のお話を終わらせてもらいます。ご清聴ありがとうございました。